か？
Yeah!
S&S 社のポリシーはテクノロジーと断層の容量では負けないです。発射速度に優れた銃をお探しで。では、ウラノフ社製がよろしいでしょうな。
行け皆の下もっと肉をくれぶち殺すぶったぜ！目もう3日も寝ていない。食事は虫を6匹食べただけ。アルファベット順にカラバサウルニテンスの前菜から始まり、テトリクスアンドラタのデザートで締めた。自動暗号解析装置によってある出来事が発生する場所の特定が完了しつつある。その出来事というのは、つまりボルトが開くことだと私は信じている。エコーレコーダーとはもうそんなに仲良くしていないが、彼の幸せを願ってるし、メッセージを吹き込み続けられるようずっと友人でいたいと思っている。レコーダーも同意見だ。616日目、任務を引き受けてパンドラへ来てしまったことを後悔することがある。ダルシャは私にもう引き上げるようメッセージを送ってきた。解放された囚人以外は皆去った。囚人たちとは友達にはなれない。
そこで私は言われた通りに引き上げようと決心した。だが見つけたのだ、ボルトの鍵らしきものを。ボルトがパンドラに実在する証拠だ。私がボルトを独り占めできるかもしれないのだ。計算ではもうじき200年に一度のボルトが開く時がやってくる。半年以内には来るはずだ。今653日目、今日は私の誕生日だ。ずっと孤独に過ごしてきた。今朝一人の囚人がたまたま私の野営地に足を踏み入れた。彼が辺りを見回すのを待って背後から何発も弾を撃ち込んだ。すぐに後悔の念に駆られた。どんなに気まずいものであろうと人間との出会いは素晴らしいものとなり得たのに。私は彼をレズリーと名付け、女の子の名前を付けられた彼が周囲にからかわれながら辛いことの頃に過ごし、その子が彼に犯罪の暴行の意思に追いやったということでした。彼の娘がパトリシアというものを見出した。それも私の妄想かもしれない。だがそれをきっかけにボルトの鍵らしきものの形を証言してしまった。とても大切なものなのだ。私は鍵をクレイジーガールと呼ばれた人に渡した。彼はクロテルに抱いて一人だと言った。鍵はカッティングの人があったからと彼にはクレイジー、私の下着もやった。ゴミだね。痛かった？覚悟はできてんだろうか。684日目、私は野営地から出ることができなくなったようだ。ボルトの発見に必要な情報は全て揃ったが、安全な場所から出ていくことを思うと恐怖に押しつぶされ体がすくんでしまう。精神を病んでしまったのだろう。その病気が何であろうと、私は自らの牢獄に囚われた囚人であり、誰かの協力がなければ何一つ見つけることはできない。私を救い出してくれる人物がいないか探してみよう。他の星にメッセージを送ってボルトハンターを呼んでもいいかもしれない。何人か連れ立ってきてくれたら言うことなしだ。8日目、起きたら野営地の外にいた。どうやって外に出たのだろう。とにかくどうにか出られたようだ。録音するのもこれが最後。撮り終わったらエコーの記録はできるだけ遠くに投げ捨ててやる。エコーレコーダーはおかしくなったし、私だったらおかしくなってしまいそうだ。裏切り者のレコーダーを始末したら戻ってまた調査を始めよう。以上、パトリシア・タニスでした。歩いてらんないよね。パンチョスマン。
必要になったらいつでも来い。針さばきを誇る医療機器さえあれば本物の医者なんていらないだろう。車に乗ってきた。
痛い目に遭わせてやれ。叫びたりで科学なんて時間の無駄だと思ってる無学な連中よ。私が音楽についてそう思うのと同じね。何か用かい？you
汚らわしい罪人たちが牛耳っている。調査ができるよ。邪魔者を片付けてちょうだい。治療が必要になったらいつでも来い。
何か用か。